ほら最高にうまそうじゃないですか、これ。はい、どうも、料理お兄さん、リュウシです。ということでですね、今回は私の大好きなお酒のコラボでございますね。若瀬ザ・クラシック、日本酒っぽいでしょ。これね、実はね、ちょっと違うんですよ。フランスで作ったお酒なんですね。フランス産のお米とフランス産のお水とワイン酵母を使って作った日本酒を世界酒にっていうビジョンで作られてるんですけども、フランスで作ってるんですけども、まあ味はかなり日本酒に近いんですが、フランスで作ってるって日本酒って言えないんです。なんで清酒なんですね、これね。でこちらを、今回使って若瀬に最高に合うペアリングフードですね。最高に美味しい鶏の味噌漬けでございます。何がいいかっていうとね、調理に若瀬を使います。こちらの若瀬のフレーバーが入ることによって最高のペアリングを実現するというですね、若瀬のために作ったレシピでございます。今回はですね、鶏の味噌焼きで最高に美味しいお酒、若瀬、こちらを楽しんでいきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきます。まず、鶏もも肉です。 350g のものですね、1枚。あとニンニクと生姜 5g ずつですね。一番重要なのは若瀬です。はい、こちらの若瀬、を、漬け込みの際に使うことによって、若瀬のこの、爽やかなフレーバーがですね、鶏肉につきます。なければ他のお酒でも大丈夫なんですけども、できればこちら使っていただくとペアリングバッチリでございますので、やってみてください。はい、あとは調味料は概要欄に書いてありますので、そちらをチェックしてみてください。ではこちらでですね、鶏の味噌漬けをこれから作っていくんですけども、作っていく上で何が一番重要か、やっぱりですね、素材の味を確かめることですね。今回は一緒に漬け込んでペアリングを楽しむっていう料理ですので、素材の味を確かめないといけないですよね、やっぱりね。皆さん、ワイングラスで結構推奨されている飲み方みたいですよ。はい、ワイングラスね、香りがふくよかに感じられるらしいです。香りからいってみます。すごく爽やかな香りもします。ちょっといただきます。うまいね、これね。日本酒の甘さみたいなのは感じられるんですけども、やっぱりそこはね、ワインのようなね、爽やかな酸味も感じられます。和食にももちろん合うと思うんですけど、この酸味は洋食にもかなり合うんじゃないかなっていうふうに思いますね。今回は和の、お料理作るんですけども、用途もすごく合わせやすいと思うんで、かなり幅広いお料理とペアリングを期待できるんじゃないかなっていうふうに思いますね。博士にしかないような日本酒の良さとワインらしさみたいなのを感じられて、僕これ大好きなんですよ。こちらを楽しみながら作っていきます。薬味にニンニクと生姜使いますんで、ニンニクの皮だけ剥いておきましょう。あとあとおろして使います。ニンニクの香りと生姜の香りをのせた、スペシャルな、味噌漬け焼きになりますんで、生姜もね、皮付きのままで結構です。はい、ニンニクと、生姜、まあ、同量ぐらいね、5g ずつぐらいですね、用意しておいてください。はい、じゃあ、お肉に、行きたいと思います。お肉なんですけども、もちろんね、これ1枚肉で、漬けちゃってもいいんですが、僕の場合ですね、漬け込み時間の短縮にもなりますんで、ちょっとね、4等分にしていきたいと思います。皮の部分とかね、皆さん切り落としたりするんですけども、まあ、僕皮好きなんで漬けたままいきます。これもう好みでいいです。で、大体4等分。ここら辺かな。4等分ね。で、ここを。ここがね、ちょっとね、もも肉ってか、骨から開いてあるんで、ちょっとね、大きさまばらだったりするんですけども、なんか、ここら辺かな。はい。皮ちょっと嫌いだよっていう方は、ちょっとね、切ってもらっても構いませんが、まあ、僕は、つけちゃいます。こんな感じですね。で、4等分になりましたね。じゃあまず、お肉ね、これ手頃なボウルに入れてください。気になる方はね、筋とか取っちゃってくださいね。僕は筋のコリッとした感じすごい好きなんで、それでもね、味噌漬けの効果ですごく柔らかく仕上がる。お味噌ね、僕が使ってるのはいつもね、無添加の田舎味噌を使ってます。はい、出汁入りじゃない方が美味しいです。出汁入りだとね、出汁の香りがどうしても移っちゃうんでね。はい、これ大さじ3、みりんが小さじ1杯、お砂糖ですね、大さじ1と、ちょっとこれが大さじ1、はい、こんなもんか。味の素1、2、3、4。はい、こちらね、なんで味の素入れるかっていう と、鶏肉っていうのはね、イノシン酸が豊富なんで、動物性なので、はい、イノシン酸という核酸が、豊富です。こちらにグルタミン酸が入ることによって、深い味わいになります。味噌もね、グルタミン酸が豊富に含まれてますんで、こちらの相乗効果で美味しくなるっていうことです。おろしニンニクにしていきます。はい、生姜ですね。生姜はね、皮ごと
すりおろしていただいて構いません。皮にねすごく香り成分が強いんですよ、生姜の皮って。だから生姜の皮ね入れちゃって大丈夫です。皮を剥く手間も省けますんでね、一石二鳥でございます。あの他の摂取とかでも大丈夫なんですけども、今回は若瀬と合わせますんで、やっぱ合わせるお酒を使っていただいた方が香りのペアリングが良くなります。はい、これ大さじ1杯入れます。そして私にも若瀬を入れていきます。これでアクアパッツァとか作っても絶対うまいねこれね。甘みもありますし、少し酸味も加えられてますんで、すっごく飲みやすい。飲み込みます。はい、もしね味噌が手につくの嫌だなっていう方は手袋とかしてください。揉みながらねつけていきます。全体に味噌が行き渡ったなっていう感じになりましたら、まあお時間があるときはね30分ぐらい、つけてください。15分とか20分とかでもいただけるんですけども、できれば30分ぐらいつけた方が美味しいです。急いでるときはねそのまま焼いちゃっても全然平気なんですけども、ラップをしていただいて、ラップね。でラップもね味噌漬けにするときはね、味噌にこう味噌密閉するような形でラップしてあげると味のりがねいいのでね。この状態で常温で漬けてください。鶏肉っていうのはですね、中が冷えてると生焼きになりがちなんですね。お味噌とお砂糖が結構入ってるんで表面が結構焦げやすかったりするんですね。なんで鶏肉は常温にしたい。なんで常温で漬けてください。何時間も漬けるって場合は冷蔵庫に入れといて、焼き始める何十分前ぐらいに冷蔵庫から出して常温にしておいてください。そうすると焼き上がりが非常に綺麗になります。30分後にお会いしましょう。はい、それではですね、30分弱ぐらいですかね、漬け込みましたんで開けてみたいと思います。こんな感じになってます。もう本当に味噌漬けですこれは。で、まあ、まず、フライパンに油を引いておきます。軽くね、軽く引いておきます。軽く温めておきます。はい、皮の部分あるじゃないですか。皮の部分ね、ちょっとね味噌拭ってください。味噌ってすごく焦げやすいんで、これちょっと拭っていただくのがポイントです。で、拭った味噌は裏側につけてくださいね。拭っていただいたのをこんな感じで、拭っていただいたら皮目から焼く。皮目の味噌を少し拭く。ここの皮目を下にして焼いていく。今温め途中なんですが、温め途中で入れていただいて構いませんからね。やっぱり鶏もも肉なんで皮ってパリッと火を通したいじゃないですか。なんで味噌を拭ってから皮目だけ重点的に焼いていきます。で、重点的に焼いて、だいたい皮目8割ぐらい火を通してから裏を焼いていく。で、身の方を焼いていく。このやり方が、鶏の味噌漬けはベストでございます。これはちょっと今回はお酒と合わせるので少し濃いめにやりたいと思います。火はね、中火ぐらいで結構です。若瀬の効いたね、この味噌だれの焼けた香りで若瀬を飲んでいきます。絶対最高に合うよこれ。押し付けながら焼いていただくといいかもしれません。定期的にこうやって裏返して見てください。若瀬と合わせるんだったらごま油になって、このサラダ油、皆さん見てください。焼き目こんな感じ、見て見て見て、ほらほら、最高にうまそうじゃないですかこれ。ちょっと焦げた味噌、ここがね非常に美味しいんです。でもベストですね。皮目には、かなり火が通っておりますんで、で、このまま、両面を焼いていく感じになります。ひっくり返したらね、ちょっと蓋しましょうか。弱めの中火にしていただいて、これでちょっと火を通していく。まぁ、ちょっと弱めの中火で、数分、ね、2、3分ちょっと蒸し焼きにしていきます。裏返してですね、2、3分経ちました。はい。そしたらね、もう一回、皮焼きましょう。もう一回ね。はい、もう一回ちょっと強めの中火で焼きます。そうするとね、皮がね、いい火が入ります。1分ぐらい焼くと、これでね、ちょうどいい焼き加減だと思います。たっぷり系の味噌漬け焼きになったから最高にうまそうだな、これは。ちょっと会話でなんか添えちゃったりしてね。ということで、こちらで最高に美味しい鶏の味噌漬け完成です。はい、それではできましたね。いただきたい。いただきます。もうこれはもうね、4等分してますし、かぶりつきましょうか。じゃあいただきます。
ちょっと待って、ちょっとやばいなこれ。ちょっとやばいですよ、これはやばいわ。ペアリングってこういうこと言うんですよね皆さんね。漬け込み時間ね30分弱なんですけども、めちゃくちゃジューシー。やっぱあの味の素のグルタミン酸も効いてますんで、うまみが半端ない。ニンニクと生姜をすりおろして、お味噌に混ぜ込んで使っているので、ちょっとこうスパイシーな香りが鼻に抜ける感じなんですね。そこを駆け巡る若瀬ですよ。この味噌漬けが、まあ、ちょっとスパイシーなこってり感を出しているので、そこにこの適度な甘みのあるこの若瀬がね駆け抜けることによって、最高のマリアージュをね出してますよ。これ体験してほしいな。これほのかな酸味がポイントでございます。七味唐辛子、これ絶対合いますよね。これ最高、この仕事しましたね。七味の香りとの相性もバッチリですね。今回のマリアージュシーンあるんで、うちのスタッフで自称ワイン通がいるので呼んでもいいですか。達也、これワカゼ飲むの初めてだよね。初めてです。あ、じゃあ美味しい、めっちゃ美味しい、ね、めっちゃ美味しいよね。まあ日本酒テイストなんだよね。でもワインのテイストもすごい感じある。あるある、なんかいいとこ取りみたいな。ハイブリッドな感じがするよね。かぶりついちゃっていいですか。かぶりついちゃってください。ちゃって僕かぶりついちゃった。いただきます。うまっ。最高だろ。うまい。味の余韻があるうちに若瀬。合うね。合うだろう。一回飲んでみてほしいな。ぜひこの味噌漬けやってほしいな。若瀬使って。ごちそうさまでした。あとどうも。はい。はい、ということですね、今回の味噌漬けどうでしたでしょうか。これ自体のパンチもめちゃめちゃ効いてものすごい美味しいんですけども、若瀬とマリアージュをこれ感じてほしいですね。この料理もめっちゃ作ってほしいし、若瀬とも合わせてもらいたい。こんな複雑な乙女心です。はい、ということで、もしご興味のある方ね、概要欄に若瀬の詳細も書かせていただいておりますので、そちらチェックしてみてください。本日は素敵なマリアージュありがとうございました。